誰もそうだと思うんだけど、自分が生まれて育った町っていうのはいつまで経っても特別、誰もが自分のふるさとは好きだと思いますよね、はいはい、今東京なんですけど、はい、東京からまあ用があって、はい、横浜へ帰る時も、はい、まあ、かつてはそんな道はなかったけども、はい、あのベイブリッジの辺をわーっと走って、はいはいはい、港未来も実は最初は嫌いだったんだけども、そのああ横浜帰ってきたなっていうのは、はい、今でもああ横浜だなって、ふるさとは好きですね、うん、いつまでたってもちょっとした路地とかね、はい、こっから見る景色とかそういうのが、はい、人には言ってもあんまり分かってもらえないような景色がね、はいはい、価値がありますね。ああ、分かりますが、はい、まあ、仙台に関しては初めて親元を離れて知ってる人としか喋ったことが ないような環境から、誰も知らないっていう、最初それですごくもうやめて帰って来年東京の学校を受け直そうかなと思ったぐらい。あ、そんなことあったんですか。そのホームシックとしては軟弱な、あ、いやいやいや、それが誰かと話せるようになって少しずつ広がって、生まれたところでは得られなかったそのなんか特別な感情っていうかな、はい、ああ友達が見つかったなっていう、はい、それからまた仙台っていう町は学生にとっても優しくて、ああそうですか、もう学生さん学生さんって国の宝みたいな、はい、すごく親切にしてくれて、はい、でもだから仙台を去る頃は、はい、もう後ろ髪を引かれるような、そうだったですか、思いだったですね。それでよくある、ああ第二のふるさとってこんな感じだなっていうが仙台でしたね、はい、それでツアーなんかで何年かぶりに仙台行ってやった時には、なんか気恥ずかしいような、お前建築やるはずだったんじゃないのかみたいな言われてるような歌なんか歌っちゃってていいんだろうかっていうような思いをしたり、でも素敵な街だったですね。私もその所長時代過ごした群馬とか社長やった静岡の支社に出張できると嬉しい気持ちと、ちょっと気恥ずかしい気持ちが、ちょっとお話聞いて分かるんですね、はい、でさっきのご当地もまた同じとこ行こう、はい、また同じ景色じゃん、あそれでいいんだなっていう、同じ景色をもう一回訪ねるっていうことは結構充実しますよね、はい、その時々で感じるものとか思いも違いますね。違うんだね、はい、うん。